5月の26日はワールドリンディホップで、フランキー・バーニングお誕生日おめでとうございます。我々もバンドマンの端くれとして、ほぼ1年ぶりにシムシャム偉大なるルーティーンをやっていましたが、このありさまです。覚えてませんでした、ごめんなさい。じゃごめんね、フランキー。